はい、皆さんこんにちは。今回ですね、ゴーティスを使っていくんですけども、ゴーティスは能動的にカードを除外して展開していくデッキですね。で、そこでまあ結構面白いカードがあって、それはこちらの深淵の双剣竜。通常召喚できず、源竜族モンスターの効果でのみ特殊召喚できると、まあ、自身も源竜族なんで自身の効果ですね。手札か墓地にあってカードの効果でモンスターが除外された場合、自身を特殊召喚すると、で、特殊召喚成功時ですね、フィールドゾーンのカード1枚と相手フィールド墓地のモンスターを対象にそのカードを除外すると、この除外効果を発動するためにはフィールドにもカードがないといけません。で、どうにかね、この深淵の双剣竜出すだけなら簡単なんですけども、除外まで決めたいっすよね。で、除外まで決めたいのでなんかないかなと思っていて、ゴーティスにはそもそも最果ての海っていう、まあ、専用フィールドはあるんですけども、まあ、それよりもなんかできないかなと思ってたら、この昌磨装着はハンド1枚切ってデッキから魔装戦士モンスター1体を特殊召喚すると、ゴーティスはレベル6シンクロから入っていくテーマなので、レベル4のモンスター、そしてレベル2のチューナーが必要になってくるんですが、魔装戦士にはしっかりとレベル4のモンスターいますし、ペンデュラム効果もね、まあ、すびきしたところで、表側表示モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時にハンド1枚切れば相手のモンスターの攻守を半分にするっていう、しかも単一のない効果、結構優秀な効果を持っているこの魔装戦士ドラゴディウスがいるので、このカードを組み合わせてデュエルやっていこうと思います。で、結局このデッキ、こちらの双剣の真剣竜を強く使いたかったんで、まあ、わざわざ双剣暗転まで積んで、双剣の真剣竜にアクセスしやすくしています。で、相手は、増殖する G から入ってきますが、とりあえずね、双剣の真剣竜をサーチしておいて、デッドリーフの通常召喚から、まあ、双剣暗転から入れると相手双剣と思ってくれるんで、意味わかんないところにね、こんな感じで増字打ってくれたりで、なおかつ、双剣真剣竜のサーチする双剣暗転、あれ別に止められてもそれはそれで構わないんで、そこに対して双剣、うららを打たせておいて展開するなんていうこともできます。で、相手は、あれですね、スケアクロですね。とりあえず増殖する G から入っていきましょう。バトルフェイズ、まあ、これはあんまり関係なくて、まあ、相手も増殖打たれたんで止まらざるを得ないってところ。あとはこちらのターンですね。で、スーパイもゴーティスに関しては結構強めのカードになっているんですけども、スーパイの手札コストにもなれるのが優秀ですね。こいつは、手札墓地に存在してカードが除外したら飛び出すっていうモンスターなんで、まあ、スーパイの手札コストに迷うことなく切れるっていう感じですね。なんで双剣の真剣竜を特殊召喚しつつ、スターダストアクセルシンクロスターダストドラゴンで、そのまま、レベル2中段蘇生とアリオンポスのサーチでデッドリーフをもう1回サーチで、あとはもう相手のフィールドはガラ空きなんで、打点を上げるだけですね。2体のモンスターでシンクロ召喚してフルールとバルネスト、そして墓地からカードを12枚除外して、こいつのスノーピオスを出すと、で、殴ってこちらの勝利ですね。まあ、こんな感じで普通に、除外ギミックを決められなくとも、双剣の真剣竜が打点要因にもなるし、レベル8の非チューナーとして使えるということで、かなりやっぱりこのカードゴーティスに関しては相性が抜群と思います。さて、それでは2戦目なんですけども、今回は、最初に使っていた構築、メルフィーと合わせたメルフィーゴーティスっていう構築で使っていたんですが、そちらの方でも使ってみようと思います。まずは双剣暗転から、で、双剣の真剣竜をサーチ、そして昌磨漂着ですね。まあ、このカードが結構強いと。スーパイの効果によってハンド1枚切って自身を特殊召喚、で、2体のモンスターでシンクロ召喚ですね。そこからゴーティスの大事はアリオンポスの効果、デッキから6以下の魚族を除外して自身をからのメルフィーラッシーですね。ラッシーじゃないですね、これワラビーですね。そしてゴーティスを特殊召喚と、まあ、これで一旦相手のターンに関する妨害を構えておくと。で、相手はフワンダリーズ、ウアダリーズ、まあ、こうやってね、フワンダリーズの謎の地図だったり、ティアラメンツの異世界ペルレーノだったり、あの辺で相手がフィールド魔法を自分から貼ってくれることもあって、まあ、結構ね、強く使えますね。双剣の真剣竜フィールドなくても、モンスターが飛び出たタイミングで自身を特殊召喚で、相手はスノールの召喚に入りますけども、フィールド魔法とイグルンを除外していきます。で、キャッシーを戻してラッシーをサーチ、まあ、こんな感じで、メルフィーがいると相手のフワンダリーズに対しても別に弱くはない動きをすることができます。で、相手は、特艦からフワンダリーズエンペント、で、エンペント特艦の効果発動していきますけども、そこでパピーの効果を発動、パピーからカラン投射ですね。
まあ、フワンタリスは勝手にどん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 召喚を重ねてくれるんで、めちゃくちゃ、メルフィが起動してきます。そしてエンドフェーズに入りそうなんで2体のモンスターでシンクロ召喚、最果てのゴーティス全部紹介していきます。結局これが強いんですよね。でこのターンでラッシーで、通常、効果によって特殊召喚したんですけども、ボタン押し間違えてシンクロ召喚せずに終わりましたと。そんなことある。であとはここからはもう打点並べていくだけなんで、2体のモンスターでシンクロ召喚してアリオンポス、そしてまたまた2体のモンスターでシンクロ召喚アクセルシンクロスターダストドラゴンで、サーチを重ねつつ、レベル2のレベル2以下のチューナーを特殊召喚して、でフルールドバロネス、これで、除外モンスター合計10体で最果てのゴーティスプラスフルールドバロネスで打点が足りてるんで、こちらの勝利ですね。まあ、こんな感じでメルフィーと組み合わせても結構面白いカードではありました。ということでデッキレシピはこんな感じです。普通のゴーティスに昭和装着と、魔創剣深淵竜、深淵の創剣竜を、まあ、入れれるだけ入れているって感じですね。まあ、別にこんな感じで深淵の創剣竜に振り切らなくても、こいつ別にポン出しするだけでも強いんで、相手がフィールド魔法を張ってればね、それはそれで別にいいんで、この辺の昭和漂着抜いて、まあ、普通に最果ての海だったり、まあ入れたいカードを突っ込んだりするのも面白いと思います。てかまあ多分そっちの方が安定はします。ただただ適当に出てくるレベル8のモンスターっていうところだけで、採用にしてもいいかと思います。まあ一旦ね、深淵の創剣竜を強く使いたかったのでこの形ですね。まあその辺は使いやすいように改良してみてください。割と強かったし、相手のフィールド魔法を除外できるっていうね、まあ結構強めの効果を持っているんで、使ってみると結構楽しいかと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。